こんにちは、タコです。今回は朝倉未来選手と平本蓮選手のドロドロの愛憎劇を時系列に沿ってご紹介していきます。2019年8月18日ライジン移籍前、朝倉兄弟マジでかっこいい。普通に気づいたらファンになっていた。最初は1ファンだったはずが、ここから愛憎劇が始まっていきます。2020年4月某日、インスタライブにて朝倉選手のファンが、平本蓮と戦ってほしいとコメントしたところ、なんで俺がデビュー相手の選手をやらなきゃいけないの、いじめになっちゃうよと答えました。2020年4月6日、総合格闘技ってすぐには強くなれないよとのツイートに対し、平本選手は I am an exception、 俺は例外だと返信。2020年4月19日、平本選手はとりあえずぶっ飛ばしてみましたというタイトルで YouTube を更新。動画では朝倉未来選手の写真を貼ったサンドバッグにパンチを叩き込み、その後朝倉未来をもじってミルクを顔写真のところにかけていました。それに朝倉選手は Twitter でアンサー、今はこんな状況で試合もできないので、どこかジムを借りてレフェリーを入れてガチのスパーリングしませんか。こちらの YouTube で撮影させてもらいますが、あなたのライジン初戦より高いファイトマネーを僕が払います。そんな貸した金はいらないです。俺はみんなの前でミクル選手をぶっ飛ばしたいので、しっかりライジンでやりましょう。やる価値ないっていうのなら、僕がしっかりパンチでグスタボ KO してからでもいいんで。だったら初めからグスタボ倒してから煽ってこいよ。グスタボもやりたくないと思うけど、ただの売名でしたね。2020年11月21日、ライジン25で朝倉選手は斉藤豊選手に敗れました。2020年12月8日、平本選手が朝倉未来は死んだでしょうというタイトルで YouTube を更新。朝倉未来って YouTube やっぱすごいじゃないですか。それに巻かれる格闘家はマジだせ。もう朝倉未来負けちゃったんで、斉藤選手っすね。僕が今目標にしてるのは、負けた朝倉未来はただの YouTuber。と語っていました。2020年12月12日、朝倉選手が自身の YouTube でライジン26の試合予想をしてみたを投稿。大晦日の萩原恭平対平本蓮について、平本選手の KO 負け、2ラウンドマウントのレフェリーストップ、萩原選手の勝ちと発言すると、平本選手が Twitter で噛みつきます。俺の KO 負け予想、朝倉のバカは2021年中に必ず仕留める。2020年12月22日朝倉選手が Twitter を投稿、平本蓮フォローしてみた、彼は今日本で一番乗りに乗ってる格闘家、正直副業格闘家の俺よりは弱いけど、俺が目指してるのはもうお前じゃねえよ、こうじゃ斉藤豊だからな、勘違いするなよ、お前はもう過去の人間だ、格闘技から逃げんなよ YouTuber。 みんな忘れてるけど、彼は一度も MMA の試合をしたことがないんだ、健闘を祈ってるよ。これに対し平本選手は、朝倉未来、俺と格闘技を投げるなよ、いつまでも上から評論家ずらしやがって、俺は必ずあいつの格闘家人生の引導を渡す、格闘の女神は必ず俺を世界一まで導いてくれる、今は萩原に全集中してる、舐めるなよ、信じてくれるファンのみんな、俺たちでやってやろうぜ、絶対勝つんだ、俺たちは負けることはないんだとツイート。それに対し朝倉選手は、興味ないツイートから13分で引導を渡すに変わるメンヘラ具合、可愛くて好き、そして孤高の存在になりたい人は俺たちでやってやろうぜは笑うたと煽ります。2021年1月1日朝倉選手が大晦日の試合を終えてというタイトルで YouTube を更新。平本選手を持ってる強いなと思った、もうちょっとできないと思った、あの選手は強くなる、すごいポテンシャルを持っている、2023年ぐらいにはトップの選手になっている、ただ来年俺をぶっ倒すとかはそんなのは絶対に無理、そんなに甘くないと発言しました。その後2021年6月18日にライジンラジオに平本選手がゲスト出演し、朝倉未来対クレベル小池戦について語りました。朝倉のバカを早く殴る、朝倉未来は応援してないけど負けんなよとのことでした。2人ともツンデレすぎません？2021年9月20日朝倉選手がライジン30を振り返ってという YouTube を更新。平本くんもね、なんか最近評論家みたいになってるけど、あなた結果萩原にコテンパンにされて何にもしてないから、あんまり大物ぶらない方がいいと思う。なんか口とかうまいし、ちょっと鼻あるし、たまに正論とかぶち込むし、格闘技に関して頭いい感じだから妙な説得力があってみんな勘違いするけど、お前弱いじゃん、今んとこ何も結果出してないじゃん、もう少し静かにしといた方がいいんじゃない、アメリカ行ったから強くなるわけじゃないからと発言しました。2021年9月22日平本選手が自身の YouTube でアンサーしました。朝倉未来に花がある評論家と言われたことについて、たかが地下格闘技のチャンピオンになったぐらいでプロになって別に大したことやってないのに、お前が一番世界チャンピオンクラスに勘違いしてんじゃねえぞってずっと思ってます、お前が一番黙れと述べました。続けて翌日、ビーフ東京朝倉未来対萩原恭平についてというニート東京をパロった動画を公開。朝倉未来はこの間の試合見る限り、もうちょっと寝技やった方がいいんじゃないかなって思ったっす、寝技もうちょい練習した方がいいのかなって思っちゃったっすというめちゃくちゃ自虐の入った面白い動画を投稿しました。2021年11月5日に白川陸斗選手の YouTube チャンネルに朝倉選手がゲストで登場しました。あいつアメリカにいるからめちゃめちゃ強くなってるんじゃない、だって格闘技ファンの人たちはアメリカ行ったら強くなると思ってるからね。そんな簡単な話あったらな、みんな最強になっとるわとアメリカへトレーニングに行っている平本選手をディスりました。それに対して平本選手が Twitter で反応、
よっぽど朝倉未来は自分にアメリカコンプレックスを持ってるんだな。いつまでも日本で巨乳に埋もれて頭の生え際気にしながらワインでもすすっとけよ。答えは大晦日に見せてやる。ブチギレとるやん。どうしたんねんねん。とやり取りしました。2021年11月17日、朝倉未来選手はソロデビュー曲君がいればをリリース。翌日、平本選手は朝倉選手の歌のリリースに対して朝倉選手へメンションをつけたツイートで曲を流して大爆笑していると朝倉選手が反応。俺の歌が似合いそうなのを見てみるか。マジかよ、来週のサザエさん朝倉未来出るやん。返し弱いな。マウントの取り方が中学のどいながの不良だよ。それはお前だろ。人の悪口とミッド打ち以外で目立てる日が来るといいね、勘違い狼くん。知名度で UFC 行きたいとか目立つとか目立たないとか花があるとか本当に心から承認欲求の奴隷だな。とディープ合戦しました。2021年11月20日に ABEMATV の YouTube に平本選手が出演。朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円企画について発言。ストリートファイト最強とか言ってるけど路上の伝説とか恥ずかしいっすからね。お前はいつまで自分を路上の伝説とか言ってるんだ。まあ楽しみな企画ではある。バカ対バカ。もし朝倉未来とストリートファイトで戦うことになったらとの質問に対し、髪の毛全部抜きますよ。押さえつけて全部こうやって抜きますね。毛という毛すべて取ります。こんな企画で素人ぶっ飛ばして路上最強とか言ってるお前は本当にバカだ。とめちゃくちゃバカにします。それに朝倉選手がツイッターで反応。職業評論家にまた仕事あげてしまったか。職業サングラス早く歌えよ。狼くん実況してみたでも劣るか。とじゃれ合います。2021年11月22日、朝倉選手は YouTube の企画で自身が描いた絵画をヤフオクに出品する企画を投稿しました。翌日、平本選手がこの絵にツッコミを入れます。おい朝倉未来の本気で描いた絵、このレベルなら俺の地元の小学生たちが描いた防犯ポスターにこんな絵あったぞ。アートとか言ってるアホバカじゃねえの。こんな絵ですか。爆笑。はいはい、そうだね、早く試合しようね。これはこれは素人ボコボコにして全国のいじめっ子に新たな刺激を与えてしまった朝倉未来さんじゃないですか。これはこれは1年前にボコボコにされて一度も試合しないで評論家になってしまったゼロ勝1敗の平本くんやん。おお、それはそれは、今の萩原に勝ったぐらいで生きがってしまっている世界未来級チャンピオンの朝倉未来さん元気ですか。これを平本が言うのダサすぎてある意味極めてる。黙れよコア、みんな媚びを売っておけば仕事になるから。大人たちはまともなことこいつに言わないけど、こいつ頭おかしいぞ。対戦相手選びすぎて大晦日も試合しなかったらさすがにまずいから俺がやってやろうか。いつでもやってやるよ。ほう、じゃあ会見用意してもらおうか。これでも弱い者いじめってくるんだろうな。今度は俺が全国のいじめっ子に刺激を与えちゃうな。と激しいバトルが繰り広げられました。これだけ長期間にわたってディスり合ってストーリーを作ってきたので、もしいつか二人が対戦する時が来たらめちゃくちゃ盛り上がりますね。UFC のホルヘマスビタル対ネイトディアスのための BMF ベルトの真似して、ライジンでも BMF ベルト作ってこの二人の試合組んでほしいなって思います。対戦が決まったら平本選手のトラッシュトークがより一層すごいことになりそうで楽しみです。では今後もこの2人の動きがあれば動画にまとめてアップします。ではご視聴ありがとうございました。